紳士、人の身にて人ならざる力を有する神の御使い。その力をもって写しを覆っていた災禍は打ち払われ、人の世は暁を迎えた。時代を担うは強大な力を持つ4体の紳士。人間と紳士の共生を謳う青き紳士、青龍。絶対的支配による独裁を掲げる赤き紳士、朱雀。未だ知り得ぬ英知を欲す白き紳士、白虎。鉄壁の守護で同胞を堅固する黒き紳士、玄武。おのおのが異なる理想を胸に新たな時代を切り開いてゆく。やがて彼女たちが四聖獣と呼ばれるようになった頃、世界は大きく4つに分かれていた。人間と紳士は長き安寧の時を迎える。しかし災禍より数百年、太平の世から矜持の記憶が失われかけた頃、不吉な影が帯同を始めていた。その影は人間の怨嗟。その影は人間の憤怒。その影は人間の嫉妬。罪深き人間の業は秩序を破壊する終焉の序曲。その名はマガツキ。終局の行方はある者の手に委ねられるのだった。目を覚まされたようですね。ご気分はいかがですか？まだ少々の混乱が見られます。私の名は影縫い。主様をサポートするために作られた自立。人間の少女が発したものですね。小姉から察するに芳しい状況ではないのでしょう。あまり遠くはないようですが、危険がないとも言い切れません。それでも向かわれますか？わかりました。では向かいましょう。あなたに世界の理りを壊す覚悟はありますか？久方ぶりの写しよなのに。なんだか憂鬱な感じ。ほう、なるほどね。寝起きの準備運動にはちょうどいいかな。がっかりさせないでよね。一緒に踊ろうよ。華麗に楽しく、はい、そして大胆に。はあ、そこ捉えた。ガンガンガーンっていっちゃうんだよ。手応えないな。こんなもんだったっけ。その様子だと傷は浅いみたいだね。うん、なんだか浮かない顔をしてるね、君。ほら、立って立って。私、琥珀。君は？僕の主様。戦うのは好きじゃないけどよろしくね。どんな相手でも爪のサビにしてやるんだから。はっ、くらえ。ほう、あたーせや。はい、止めた。さ、私と一緒に踊ろうよ。華麗に楽しく、怒らせると大胆に。怖いんだから。やるしかないなら本気でやる。くらえ。ガンガンガーンっていっちゃうんだよ。はあ、あたーせりゃー。燃えた。私と一緒に踊ろうよ。華麗に楽しく、そして私の斧さばき、とくとご覧あれ。僕を怒らせると怖いんだから。やるしかないなら本気でやる。これだ。ガンガンガンっていっちゃうんだよ。私と一緒に踊ろうよ。華麗に楽しく、そして大胆に。ないなら本気でやる。余裕余裕。さーて毛づくろいしようっと。